斎藤義達が起こした内乱によって道三は討たれ、義達が美濃の新たな国司となった。道三との同盟関係が追放に帰した織田家は、斎藤と今川という強敵に挟まれ窮地に陥る。すべては信長の無謀な戦が招いた結果だとして、くすぶっていた織田家中の不満がついに爆発。信行こそ織田家の当主にふさわしいとする者たちが兵を挙げ、尾張は内乱状態となる。当の信行は反乱勢力を抑える素振りも見せず、ここに兄弟相打つ戦いが始まろうとしていた。信長編第2章、次回、異能の戦い。まずは乱を鎮め、あいつと話をせねばならんな。ああ、ま、安心しろよ。この槍のまたざがいる限り、万に一つも負けはねえ。武変のことは利家さんに、猿知恵がいるなら、この秀吉にお任せを。何者だ。城の外で拾った渡り者だ。戦に出たいんだとよ。手柄を挙げた暁には、御家中の末席に加えていただきたく。あの面だ、どこぞの患者にも見えねえだろう。頭も悪くなさそうだし、度胸もある。またざにそこまで言わせるとは、随分と変われたものだな、猿。あ今は猿の手も借りてえ状況だ。使ってやってくれねえかな。なあ、勝手にしろ。ありがたき幸せ。さてと、話を戻すが、権六殿はもちろん、家中の半数以上が敵に回っちまってる。村木、長良川と負けが続いて、さすがの信行も家中の不満を抑えきれなくなったのかもしれねえ。おまけに大一の姿も見当たらねえんだ。あいつ信行に懐いてたからな。とにかく今は乱を収めねばならん。急ぎ向こうの動きを確かめておきたいが。そのお役目、この秀吉にお命じくだされ。オイラなら顔も割れてませんし、適任でございましょう。よかろう。行け、秀吉。御意。信長様、信行殿の兵が加勢、清須城に向かってきます。攻めてくるなら迎え撃つほかあるまい。近づく敵を一掃するぞ。Leave the enemy troops to advance。またぞ、味方の要は俺とお前だ。受かるなよ。それに秀吉、お前も逃げ出さんようにな。どうにか砦を抑えねば、味方を呼び込むこともままならんな。信行様、今ならまだ。言うな勝家、こうでもしなければ織田の家名は守れぬ。血のつながった者同士で相争い、毒も同じようなもの。よっしゃ、まずは順調だな。敵はひるんだ。この隙に押し返せ。あー、実はレコむために砦を落としゃいいんだよな。Defeat these two and capture the west. 進め！兄上の勢いを削ぐのだ！開門！How to stop players again? Switch. Okay.
it is like Nobuyuki wa chūou ni hei wa atsumete kita. Sute oku koto wa dekin. Ah, there it is. Nobunaga-sama, aitsura wa ore ni makasete oke. こりゃ中央突破は厳しいな。今のうちにオイラは別の道を押さえておくか。確かあっちに村の門しか知らんような裏道があったはず。はてさて、東の方だったかな。よし、砦は足がかりとして攻めるぞ。打ち尻、おいお前ら、槍のまたざの恐ろしさ知らねえわけでもねえだろ。There he is. 次はどいつだ。死ねてえやつからかかってきやがれ。打ち尻、合点承知。予想の境地、私もたどり着いた。Do a 10k combo? 10,000 combo? 10k combo?
将の一面侮らない。Back. Where you going, mate? It's getting already.確かこの辺りに草木が燃えた入り口が。お、あったあった。怪しいやつ。出会え出会え。しかも勝手に使われてる。しゃあねえな。黙らせるか。入り口。このマタザ様が推挙してやったんだ。しっかり働かねえとすぐに追い出すからな。オイラだってこの戦に人生かけてんだ。追い出されてたまるかってな。もう邪魔者はいねえよな。よし、これで手柄を一つ立てられたぞ。先に将を狙え。将を失えば兵はおのずと崩れよう。敵に反撃の隙を与えるな。畳みかけよう。信行も容赦ねえな。だがこの俺がいる限り信長様のもとへは行かせねえ。敵の合流を許せば末盛城が危うくなる。何としてもこの席を死してよ。開門。信長様も思いのほかやりますね。そうでなくては困る。簡単にやられては兵を挙げた意味もない。討ち死に。討ち死に。討ち死に。席を開ければ味方との合流がなるな。開門。よし、対岸の味方と合流できそうだ。こんな戦いやめさせなきゃ。そうだ、道を塞いでしまえば。これで敵兵は浮き足立つだろう。無双の境地、私もたどり着いた。あんた、お市様ですよね。信行殿に味方してらっしゃるんで。私はどちらの味方でもない。こんな戦いをやめてもらいたいだけ。討ち死に。Need good missions. What's the missions right now? Objectives. Various missions. すれば楽になるから。もう止められないの。開門。兵が動揺しているようだ。
流れは完全に兄上に持っていかれたな。これも信行様のため、手加減なしでいきますよ信長様。開門。俺に会ったのが運の尽きだ。蝶の一音侮らないで。信行様、俺にできるのはここまでだ。開門。信行、勝負あった。兵を引け。いえ、まだ終わってはいません。もう十分だ。話ならば聞いてやる。だからもう刀を収めよ信行。私とて命を落として兵を挙げたのです。決着がつくまでやめるわけにはいかない。侮らない。信行、まずは理由を聞こう。ご存知の通り、家中では兄上のやり方に不満を持つ者が増えていました。彼らが敵方に通じる前に手を打つ必要があった。故に彼らに私を担がせて乱を起こした次第。そして兄上は勝った。あとは私が腹を切ることで織田家中は兄上を中心に落ち着くはずです。お前の真意を聞いた以上、腹を切らせることなどできるか。謀反の首謀者たる私の血筋を根絶やしにして、兄上の確固たる意志を家中に示さねばなりません。血筋を根絶やし、お前の幼い娘までも手にかけろというのか。それが乱世の断りというもの。ただし私に組みした者たちにはどうか寛大な処遇を。分かった。信行、お前に切腹を命じる。母、メイドで兄上のご分をお祈りしております。
信行、これが乱世の断りゆえならば、俺が必ず壊してやる。なんてことを。またぞ、この赤子をどこぞに捨ててこい。はあ、それより俺の話を。おい信長様、信長待てよ。くそ、命を絶つ必要なんて。信行様が腹を召された以上、俺も老いばらを切らねば生き恥を晒すことになる。あなたには兄様が大使をなすための力になってほしい。信行兄様はそう望んでいたはずでしょ。仮にも主君に背いて兵を挙げた以上、おめおめと生きながらえるなんざ耐えられません。トガを一身に背負っていった信行の思いに応えてやれんのか、ゴンロク。兄様、俺も信行もお前の死など望んではおらん。今日よりお前には一に仕えてもらう。姫に。信行を守ったようにこれからは一を守れ。拒むことは許さん。良いな。良い。ありがとうよ。